ゴメス。ここまで山本さん、はい、両チームの先発が踏ん張って小笠原、岩佐ともに打たれたヒットわずかに1本ずつなんですね。非常に調子がいいと思います、はい。まあ、特にこの小笠原投手ね、前回勝ちがつきましてね、はい、前回神宮でちょっと見ましたけどもね、その時よりも数段今日は上ですね。そうですか、はい。前回はスワローズ戦神宮で登板して7回途中フォアボール6つあったんですが、スワローズ打線を無失点に抑えて2勝目を挙げた小笠原。プロ初勝利は9月の4日ジャイアンツ戦東京ドームでした。高卒ルーキーでは一番乗りの初勝利。前回と比べてどこがまた特に良くなったんですか？コントロールがまずいいことですね、はい。あとはストレートのキレと、チェンジアップの抜け方がいいですね。ここはゴメスがうまく合わせていきました。タイガースチーム2本目のヒット。木内さん、はい、その小笠原についてタイガース片岡バッティングコーチも同じように見てますね、はい。前回対戦の時よりは前回はコントロールに苦しんでいたんだけれども、今日はコントロールが安定していると。特に両サイドによく投げられている、はい。ですから各バッターコースの狙いを絞って打っていきたいと話しています、はい。ベンチリポートは橋本康介アナウンサーです。